城北線は、愛媛県松山市の小町駅から、平和通1丁目停留場までを結ぶ伊予鉄道の鉄道路線。前身は、道後鉄道の路線で、伊予鉄道松山市内線の他の路線が、軌道法による軌道となっている中で、唯一の鉄道事業法による鉄道となっている。市内線の系統土園寺は、小町駅の CTC センターから無線で、現在位置の問い合わせを行い、必要に応じて行き違い変更を行っているものの、ひどい遅延には効果がない。離合停留場はすべてスプリングポイントのため、CTC センターは信号の操作のみである。また、ひどい遅延時の運転整理は、交換停留所で先行列車に抑止をかけ、2列車での交換を基本とする。道後鉄道により1895年に開業した。当初は、基間 762mm の軽便鉄道で、木屋町道後間は、現在の城北線とは異なり、現在の戸井また通りを東進し、現在の愛媛大学の北側を通るルートだった。伊予鉄道に合併後、電化 1067mm 基間への改め期が行われ、1927年に市街地に近い現在のルートに切り替えられた。木屋町道後間の廃線跡は戸井又通りとなっている。なお、以前は木屋町方面から道後温泉方面へ直通する形になっていたが、1969年に城北線、城南線の環状運転を開始する際、新設の平和通1丁目から勝山町方面に向かう形に変更された。この時、平和通1丁目退場1万件は新たに城南線として、線路を敷設し、城北線の平和通1丁目退場1万件は廃止という手続きが取られた。開業区間を水戸口道後松山間とする説がある。なお、高浜線の小町駅は道後鉄道開業前の1889年7月20日に水戸口から小町に改称している。また、香屋町6丁目駅は1911年に開業した当初、水戸口を名乗っていた。AB 国土交通省鉄道局監修、鉄道要覧平成28年度版、電気車研究会、鉄道図書観光会、P172 本路線は鉄道であるが、軌道運転規則、第2条に基づき国土交通大臣の許可を得た方法であり、続行運転も可能である。鉄道統計年報においては、その他の方式とされる。珍しい。昭和39年の通標伊予鉄、伊予レールウェイズ、松山愛媛、ジャパンハット、廃止鉄道ノート、松山電気軌道、原則進行。2014年11月2日閲覧。1920年の伊予鉄道電気を参照。ありがとうございます。